ごめんなさい。うん、言える。当然です。見る前に気配で悟って一人前ですから。いっぱいで打てど響かず。今回僕は引率できなくてね。同じクソならより適性のある方を。出戻った理由なんてそんなもんですくらいね。凄惨な現場です。覚悟はいいですか、虎杖君。まずは挨拶でしょう。はじめまして、虎杖君。あ、はい、はじめまして。私が高専で学び気づいたことは、ダッサラ呪術師の七海健人君でーす。その言い方やめてください。呪術師はクソということです。労働はクソということです。そうなの？でも尊敬はしてません。ぶっちゃけ私はどうでもいい。はいはい、しっかりしてんだよね。一級呪術師だし。他の方もあなたには言われたくないでしょうね。話が長くなりましたね。要するに、ええ、被害者以外は少年が1名のみです。じゃあ犯人は10。そういう小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのです。私は一度高専に戻って家入さんの治療を受けます。治療って？大丈夫、死ぬような傷じゃありません。弱いものであればこの生クラでも両断できます。ストップ。こちらは私が片付けます。虎杖君はそちらのもう一体を。舐める舐めないの話ではありません。私は大人で君は子供。でもそれで大人になったわけじゃない。虎杖君、単身乗り込むリスクと虎杖君を連れていくリスク、前者を選んだまでです。7対3。この子は他人のために本気で怒れるのだな。あの残影自体ブラフで私たちは誘い込まれたのでしょう。相当なやり手です。これはそこそこでは済みそうにない。気張っていきましょう。メリットはあります。手の内を晒すという縛りが術式効果を底上げするのです。こんな風によそ見は感心しませんね。ある程度ではなく、もう分かっているんですよね、犯人の居場所。もちろん、犯人はその気になれば残影なんて残さずに現場を立ち去れるはずです。いや、マジで大事な話があるんだって。それは大変だ。まだ何も言ってないよ。私の術式はどんな相手にも強制的に弱点を作り出すことができます。なーなみ、お出かけしよう。いえ、遠慮します。私たちはまた誘い込まれた。今日手遅れとはいえ、人を殺めるのは気分が悪い。17時半。今日は10時から働いているので、何が何でも18時には上がります。いやー、よかったよかった。五条悟が来ても困るけど。似ている、絵に描いたような軽薄、その奥にあるどす黒い強さ。残業は嫌いなので手早く済ませまい。ここまで会話が成り立つ呪霊。限界でしょ。形
を変えるのに元の人間の質量は関係ないのか。言っても無駄でしょうね。もう一撃で粉々にする。統括呪法ガラガラ。残念ですが、何が分かったんだか。重力が増えていく。ここからは時間外労働です。今の虎杖君にはそういうバカさが。お前が一番分かってるんじゃないの。あ、殺せない理由がある。どちらにしろ好都合。党に復帰させていいんですか。交流会で存在が公になればまた上層部に狙われるのでは。奴は形を変える直前。お互い生きていたらまた会いましょう。バカはあなたです、ナナミ。くそ。身代わりを作る隙がない。ああ、なんて新鮮な。お互いが作った隙に攻撃を畳みかけていきましょう。ここで確実に払います。呪いも他人も金さえあれば無縁でいられる。たら病院へ。失礼します。また来てくださいね。用途悔いはない。イノ君、本丸が排水溝から逃走しました。ええ。なあのみ、なんか面白い話して。必要ありません。私たちも追いましょう。下手に処理してヘンテコ霊媒師と思われても面倒だ。などと言っても君はやるのでしょうね。死なない程度にしてくださいよ。虎杖君はもう呪術師なんですから。そりゃパン屋ですから。ぐちゃぐちゃには。虎杖君、この